はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もドラゴンボールやってみようかなというふうに思います。で、今回なんですけども、こちらね、フリーザをやってみようかなというところです。まあ、このデッキリストはね、アルティメットバトルで優勝したデッキリストをまた使っているというところなんですけども、かなり珍しいカードが、バータが、採用されているところかなというところですね。まあ、このザーボンではなくバータを採用していて、まああれですかね、コンボを優先して使っているのかなというところですかね。まあ、かなり面白いリストだなというふうな、印象です。まあ、もしよかったら使ってみてください。それでは紹介します。リーダーがフリーザー、ギニューが4枚、ソルベが4枚、フリーザー4枚、ギニューが4枚、ネイズが4枚、バータが3枚、ザーボン1枚、フリーザー4枚、リクエム4枚、クーラ4枚、フリーザー4枚、キングゴールデンフリーザー4枚、スパコン4枚、スパノバ2枚という感じです。できるのですか、楽しみ見ていただけようかと。それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。今回はフリーザーやってみようかなというところです。まあ、こちらアルティメットバトル優勝デッキの方のリストですね。いつでもどうぞ。破裂を見せてやろう。さあ、何ですか。てか、今ランクシステム倍率変えると、やっぱりその幅広いランク帯の人と戦っちゃうらしいっすね。早く直してほしいなっていうふうに思いますけどね。おもろくないからな。逃がしませんよ。逃がしませんよ。さあ、1コスソルベ出していきましょう。ここ、なんだっけ、スパノバ引けたのはでかいっすね。使えそうなんでね。で、相手ブロリー、2姉妹が、並んでいくと。はい。まあ、あとはブロリーね。ゴーワンが引けてるか引けてねえかっていうところが、重要にはなってきますが、そう、この敵バータ入ってんだよね。珍しいですよね。逃がしませんよ。初期の頃は入ってたりしてましたけどね。もう今じゃあまり見えないくなったカードではありますよね。はい、もうここはフリーザーでしばいていきます。まあ、定石みたいな動きですよね。ただ手札見てもらうと分かるんですけど、リクームもギニューもいないんですよね。ちょっとここがあまり美味しくないよね。はい、で相手ぶん殴ってきましたね。ってことはゴーワンは持っているのかっていうところなんですけど、はい、特に持ってなかったっぽいですね。まあ、ゴーワンを引きに行くためのドローで、空振ってというところでしょうか。はい、で相手覚醒してきました。ちょっとびっくりしましたけどね。最高の気分、はい、最高の気分だっつってね。まあ、ただまだライフじゃねえわ、マナが4コスなんでね。あとはブーストできてないってところあるので、もう特に怖くはないですね。もうここは顔で、しばいていきましょうというふうな、プランニングでいくと思います。はい、レストしましょう。で、2万5000でぶん殴り。はい、で、ここはフリーザーで、覚醒してって恐怖の章を始める。はい、恐怖章を始めていきましょう。覚悟なさい。はい、で、ここは3万にして殴りました。まあ、3万5千とかが一番良かったんですけどね。ただまあ、そこまで今、顔をね、しばいていく必要ないなっていうところもあったのでね。ただここでは3万5000にすんだね。はい、まあ相手も2枚使わせて、いくと。恐怖の書を始めようか。いいですね。悪くはない動きですね。まあ、次のターンは4コスのクーラー出してしまってもいいかなというところで、相手は孫玉が来ました。で、ブロリーの効果を使っていくと。いくぞ。ここは通すんじゃないかな。通しました。誰であろう、破壊するだけだ。はい、沈め。で、スパコンが2枚目と。で、相手悟空でアタックしてきましたね。珍しいかなというところはありますが、はい、まあ、しっかりとここは守ってしまおうと。まあ、次のターン17号18号が見えてるんでね。いやいやというところなんでね。はい、
まあ、ここからは周年場っていうところで、まあ、クーラー2枚目持っていたので1枚目のクーラーを出してきます。でまずクーラーからぶん殴りですね。ここねちょっとこのフリーザーでコンボ乗っけてよかったなっていう風に正直思いますね。この後どうすんだろう。覚悟なさい。そう手札に引いてきたやつ使うんですよね。でここねアタックしてよかったんだよこれ。この動きをするんだったら。ただ今ねライフが削れたんでちょっとアタックをやめたっていう感じですね。まあ、1758号がちょっと見えていたのでここ取りに行くじゃないけどヘイトを当てる動きでもよかったなというふうに、今思います。で今スパノバもあってということなのでかなりいいですね。でベジオーもスパコンも1枚が、墓地にあるというところで3枚がスパコンと。で1758号が出てきたということはあとは手札はマックスでですね、6万と9万、1万5000、1万5000って考えればいいので9000の9万の12万か、まあ、手札で12万ぐらい、持ってるということですね。じゃあ12万5000か、あ11万5000ですね、ごめんなさい。さあ11万5000を超えられることができるのかというところですけど確定でリーサロンを見るのであればね。はい、まあここは普通にぶん殴ってコンボカードを手札に入れていく。まあただ手札見るとね多分そこまでないんだよなこれ。あんのかな。1万2万3万4万6万7万、うん、ちょっと1万足りないですね。もし、瞬間移動カメハメ瞬間移動カメハメハスパコン3枚やったらね。ただそんなことは絶対ないと思うよこんなフルハウスなことね。なかったっすね。まあ、スパコンは2枚持ってましたがジジという風な感じです。さあ始めましょう。ほらワクワクしてきたぞ。はいマッチングいたしました。相手は悟空っすね。さあいい戦いしましょうか。ここっすね亀仙人。てか1コスのこのフリーザーマジで強いよなこれ。効果も強くてさ1万もあるってやばくない。これ5000でもいいような気がするんだけどね。こあの攻撃がね覚悟なさい。強すぎると思うんだよなこの効果。キルぶっ壊れてないなんかこれもそうだけどやっぱ使ってみて思うよね。行くか。壊れてる色だなって。プレイングによっちゃはねブローリーにも勝てるからな。まあ相手はヒット出てきましたね。まあ話は戻してね。はい、でフリーザ引けると。さあここはアクーラいいっすね。まあフリーザ出してって盤面取っていきましょう。まあ顔を詰める必要ないんでねここは。でギーニュー引けましたね。で天津飯で逃げていく。はい、しっかりとフリーザーでぶん殴りましょう。ここギニューで、コンボを食っちゃいますね。まあ、こっちのギニューでもよかったかなというところ正直ありますけどね。はい、まあ、ただ取れずに、相手は盤面しっかりと残してきました。さあ相手も盤面取ってくるというところですね。いやですね。まあ、ここコンボで逃げたとしてもね、まあ、ここら辺見えてたんでね特に意味ないだろうというところで、としたと。さあ相手は覚醒してきました。いくぜ。一
行くぜ。ただ悟空対面とかの時に強いのはクーラーっすよね。ビルスとかだと簡単に取られてしまうんですけど、悟空だったら結構効くんですよね、このカード。はい、うまいことねクーラーを誕生させてしばいていきたいなと。はい、まあ、ここはスパコンが今引けたんですけど、持ってなかったんで受けちゃいました。で、4コスのフリーザーはね、2枚目いらないので、もうここは顔面アタックしちゃいます。もうクーラー出すつもり満々なんで。はい、まだまだ言うてね。で、クーラー爆弾と。はい、まあ、盤面なんて取らないっす。ハンド差結構あるんで、もう顔面詰めてプレッシャーを与えていくというところですね。はい、恐怖のショーを始めようか。まあ、ハンド差もありつつ盤面も同等というところでね、ライフ差はありますけど、ただライフ差なんで大したことねえんだね。で、相手リーダーからアタックしたんで、まあ、ここはしっかりと、ブロックすることで相手の、ね、悟空は止まります。まあ、ただわざとっぽかったっすけどね、ここ。うん、で、亀仙人で、ゴッドカメハメハ。これ結構びっくりしましたね、ゴッドカメハメハ入ってるんだと思って。で、相手はウィスが出てくると。で、まあ見てもらうと手札がもう3枚なんでね、かなり厳しいでしょうというところですね。で、ここね、もっと顔詰めたかったんだよな。もうこれ、ギニューが半端ないことになってんよね。逃がしませんよ。このワンドローでギニュー引けると思わなかったからね、これ。そう。まあ、1コスのフリーザーから出して、リクームからのギニューでね、ギニューからまた、ユニットじゃないですけど、召喚したかったんですけどね。出すカードがネイズとかになっちゃうので、さすがに出せないなっていうところはありましたね。まあ、他のカード出せないので。いやー、これはね、結構ね、うわーって思いましたね。はい。まあ、ここはもう普通に、顔面殴って、顔面殴ってというプレッシャーを与えています。で、ウィスも、取れればいいなといった感じで、殴っていくと。取れましたね。恐怖のショーを始めようか。はい、で、相手は確か、スパコン1枚使っているので、そうですね。ゴールデンフリーザーではもうリーサルには入りつつありますね。6万9万。で、この人ねそう、フロスト出したんだよね。ちょっとびっくりしたね、このタイミングと思ったんだけど。まあ、ただフロスト出したってことは、このターンリーサルはまあないんじゃないかなっていうところでね。はい、受けちゃって。逃がしませんよ。でね、あの、勘違いして、あれ、なんかさ、4コスのさ、フリーザーいなかった？手札に4コスのフリーザーいると思ってね、アタックしたんですけど、いなくなってたんですよね。なんかで使いました？あ、コンボで使ったんか。そうか、さっきコンボで使ってたわそう、めちゃくちゃ気づかなくて、ここ間違えて出しちゃいました。はい、まあ、ただね、12万か14万はね、相手は超えられないので、ジジイという感じです。